時期が来たのにあれ請求書が届かないこう感じている方少なくないと思います東京電力が行う原発事故による追加の賠償4月に請求手続きが始まってから2ヶ月以上が経過しました追加で支払われる賠償金は2011年3月11日時点で 福島市や郡山市などで暮らしていた人にはそれぞれ8万円など、対象はおよそ148万人。ダイレクトメール送らないでですすけども、簡易書留正しく送りますっていうのが、あの本日あのお伝えしたいことのあの大きなものの一つになります、ね。はい、しかし、賠償スケジュールが当初の予定より2か月ほど遅れているというのです。 そのわけとは、はい、お伝えしていますように東電の追加賠償についてですけれどもスケジュールが遅れているようなんですね対象者がおよそ148万人いますが請求の受付はおよそ26万6000人全体のおよそ18%で完了支払いが完了しているのはおよそ4万8000人ですから 全体の3.2%ほどにとどまっていますなぜこれが遅れているのでしょうかこちらです東電から皆さんに送付される請求書1065通そしてダイレクトメールについては2553通を誤った住所に送ってしまい東京電力は請求書の発送を現在停止しているからなんですねで、名前や口座番号といった個人情報も書かれている請求書については 八十九通が未回収、ダイレクトメールについては、二百七十通でまだ回収できていません。ですから、斉藤さん、もこの辺りはしっかりやってもらうほか、ちょっとないですね。基本的なことじゃないですか。事務、はい、のところはね、やっぱりきちんとしてほしいなと思いますね。はい、うん、そうですね。で、それを受けまして、今後の変更ポイントがこのようになっています。ダイレクトメール送付の廃止、そして。 請求書の送付は普通郵便から簡易書留に変更されるということなんです。こでこれまではです、ねはい、インターネット、ウェブを使える人はネット上で請求できました一方で使えない方がこのようなな形になっています、うん、5月下旬から追加賠償を知らせるダイレクトメールが届く予定で6月からです、ね、紙、紙面の請求書などが届くというこういったスケジュール感だったんですね。ね しかしこれからはこちらです先ほどのご送付を踏まえましてこのダイレクトメールが廃止されますで、簡易書き留めで請求書を皆さんお住まいの住所に送ることに変更したということですで、まとめてみましょうこちらですまずネットで手続き可能な方これまで同様今からでも請求することが可能です影響があるのは紙紙面の請求書を希望する皆さん右側にあたる方々ですね 前回の賠償請求時と住所が同じ場合7月下旬から順次、東電から請求書などが発送されます一方で前回の賠償請求時と住所が変わった方住所変更が必要となりますのでこちらです。 相談専用ダイヤル0 1 2 0 9 2 6 4 7 0に電話をして住所の変更手続きを行ってくださいすると7月の中旬から請求書などが発送されるという手順です個人情報も含まれていますので、うん、確実、安全を徹底していってほしいと思います。